さあようこそ、いつでもこんにちは。無駄話にようこそ。アイチャンネルのしぐれです。1991年6月の14日金曜日、震えるような映画が日本で公開されました。連続殺人事件を扱う映画は数あれど、この作品は映像的な怖さだけではなく心理的な怖さがたくさんあります。この羊たちの沈黙はサイコサスペンスが好きな方や強くなりたい方に特におすすめの一作です。過去に傷ついた自分やそれを乗り越える方法も映画の中にヒントが隠されています。今週はリスナーの皆さんに、あの世界を震撼させた1991年のアメリカのサスペンス映画羊たちの沈黙をご紹介します。いつも通りネタを派手にぶちまけていきます。しっかりシートベルトは右から左、助手席の方は左から右にカチッと音がするまではめ込んでください。じゃあいってらっしゃい。時は1990年代のアメリカ。次々と綺麗なお姉さんばかりを狙った連続殺人が発生。いずれも死後に遺体の皮を剥がされ川に捨てられてしまう恐ろしい事件である。犯人は未だ捕まることはなく、 FBI にジャイアンと呼ばれ、手がかりが全く得られず捜査は空の雲。そんなある日、 FBI 訓練生としては優秀な成績を持つ静香ちゃんは急に FBI の総本部に呼び出され、彼女は奇妙な任務を任された。それはボルティモア州立精神病院の元精神科医ハンニバル・レクターを観察するという任務だった。ハンニバル・レクターという名前はとても長いので、ここは短く伸びたとするね。優秀な静香ちゃんはうすうすと感じていた。これは多分連続殺人事件の解明のため、事件の心理分析の協力を依頼してほしいという真の目的じゃないかなとね。 FBI は今までも何人もがのび太に協力を依頼したが、彼は協力を拒んだ。そしてダメ元と思って彼女を派遣した。のび太を監禁している精神病院につき、病棟の担当者であるスネ夫が、のび太、彼は天才であり悪魔だ、ガラスに近寄るな、絶対に個人的に話をしちゃいけない、彼は前自分の歯で看護師の顔に傷をつけたことがあると彼女に警告。周りには決して近づいてはいけない人がたくさんいる。スネ夫と話をしているうちに、のび太を監禁している牢屋に到着。彼の牢屋だけがガラスで隔離されていた。のび太をよーく見ると、素敵な笑顔、人を見抜くような瞳、紳士的な振る舞い、なかなかのナイスガイ。会って間もなく、のび太は静香ちゃんの来る目的を見破り、彼女を分析し始める。靴は安物で野暮な格好、バッグは高級なものだが田舎の訛りを隠そうとしているとか。彼とほんの少しやり取りをしただけで、彼女は全てを見透かされたようで、歯が立たず諦めて帰ろうとした。隣にいるおっさんに、セールセイヨーをかけられた。男の無礼な行為がのび太を大変に怒らせてしまった。お詫びも兼ね、彼女を呼び戻してヒントを与えた。昇進したいなら私の元患者であるカプチーノを探してみるといい。今度の情報はアイチャンネル無駄話の動画と交換公式でお願いします。病院から逃げた彼女、車に向かいながら幼少のことを思い出して泣いてしまった。平常運転に戻った静香ちゃんは、訓練に戻ってすぐ再び呼び出されることになる。そこで彼女は不思議なことを伝えられた。それは彼女にセイントセイヤをかけたおっさんがのび太と会話しただけで舌を噛み切って自殺してしまったこと。超危険人物だ、今度はちゃんとアイチャンネル無駄話を用意しておこうと彼女は本当に心の底から思った。その晩、カプチーノ名義の倉庫を見つけ、散らかした倉庫から彼女はホルマリン漬けにされた化粧をしていた男性の頭を見つけた。疑問を持ち再びのび太を訪ねたところ、どうやらホルマリン漬けにされた人がカプチーノ、その頭はある人殺しの初期の失敗作と聞かされた。その人殺しは十中八九ジャイアンの初期作品に間違いないだろう。だが殺す動機は何だと再び疑問に苦しむ彼女の姿。同時にジャイアンの旅は止まってはいなかった。彼は困っているふりをして助けに来た若い女性を気絶させて、服を脱がせひどいことをしてから二人は闇に消えていった。翌日の朝、新たな犠牲者である女性の死体が川で発見された。ジャイアンの犯行手口と同じ、背中には被害者共通のダイヤ型に切り取られた皮膚の跡があり、喉の奥に何かが詰まっているのを発見した。それは何かの虫の繭、ああ気持ち悪い、何かの虫の繭昆虫の専門家を訪ねると、東南アジアにしか生息しないスズメガの繭だと判明した。ジャイアンに意図的にぶち込まれたに違いない。その次の日、テレビのニュースである上院議員の娘が誘拐されたことを流され、 FBI は超迫られた。新たな犠牲者を出すまいと焦っている静香ちゃんは FBI のボスから協力を得て、
刑務所移送の好条件を出して、のび太の協力を得ようとする。高級ホテルレベルの牢屋を用意してあげるわ。毎日アイチャンネル無駄話見放題よ。その代わり犯人像を書いてちょうだい。いいね。それプラス君の子供の頃の悲惨な思い出を教えてくれたら協力するよ。仕方なく父子家庭であったこと、店に押し入った強盗二人組に警察署長であった父が撃たれて死んだこと、その後養牧場を営むおば夫婦に預けられ、たった2ヶ月で逃げた過去を彼女は正直に語る。ますます静香ちゃんに興味を持ったのび太は、俺に彼女に死人の口にガノマユを入れた意味を教えた。それは人殺しジャイアンが幼少の頃に受けた虐待によるドラえもんに変身したい願望の表しである。しかし二人のやり取りをスネ夫が盗聴していた。そしてそれらすべてを自分の手柄にするため、のび太を上院議員に差し出す。その晩厳重な警備をした上でのび太と議員は面会。上品な議員を見て真摯なのび太は口を開いた。名前は全部偽名。身長180センチ、体重80キロ、金髪で青い瞳、35歳ぐらい。あとはお手並み拝見といこうじゃないか。結果的に手柄を立てたスネ夫は一気にヒーロー扱いだが、しかし犯人像は分かったが、犯罪動機が未だ分からない静香ちゃんはその後のび太と再面会。相変わらずの思い出と情報の交換で彼女はやむを得ず再び過去について話した。それは養牧場を営むおばの宅でのまだ暗い朝、屠殺される子羊たちの悲鳴のような声で目が覚め、下に降りゲートを開けた。だが子羊たちは全然逃げ出さない。そして一頭抱きしめ逃げ出したところで、その子羊は大人のつまみとなり、彼女は施設に送られたという彼女のトラウマ。今でも子羊の悲鳴を稀に耳にすることがある。だからこそ今度こそ救い出したい。議員の娘を救い出したいのだ。この溢れた感情、聖母マリアのような心を持つ彼女にのび太は大興奮。何かしてあげられないかなと思った彼は、彼なりにまとめたジャイアについての資料を彼女に提供した。まるでアダムの創造のように彼女に道を示した。また会おうという言葉を残し、笑顔で彼女を見送る。その後彼は夕食を運んできた二人の警備員を殺し、シンフォニーを聴きながら踊り始めたのだった。銃声を聞いてやってきた警察の前に現れたのはのび太ではなく、イエスの受難図のような素敵な光景であった。のび太本人は重傷を負った警備員を装い、どさくさに紛れて救急車へ運ばれ逃げ出しに成功。その頃の警察たちは皮膚を剥がされていながら、まだ一命を取り留めていた警備員に振り回されていたのだ。のび太から渡された資料で手がかりを得た静香ちゃんは、第一の犠牲者の周辺に犯人が潜んでいると考え、最初の犠牲者の家を訪れた。そしたら部屋で首のないマネキンとダイヤの形に切られた布を見て、ジャイアンは女性の皮膚で洋服を作ろうとしていたんじゃないかと気づく。その後最初の犠牲者の親友から、その犠牲者はあるおばさんの店で働いていたことがあると分かり、急いで FBI に連絡をした後、そのおばさんの宅へ行ってみると決めた。そして FBI はのび太の証言を参照し、シカゴに住む犯人のところへ飛行機に向かって出動。久しぶりにジャイアンのところを見てみると、井戸の下にいる議員の娘は周りの景色にビビらされていた。ジャイアンは毎日愛犬のシロと共に井戸の上で彼女をからかっていた。無駄話を見たい？見せてあげないよ。だが彼女もただ死を待つのではなく、井戸の底にある骨を使いシロを井戸に落としたからの食べる、殺して復讐する。答えは犬を盾に脅して解放してくれとジャイアンに要求でした。このタイミングでアラームが鳴る。どうやら訪問者が訪れたらしい。来たのは FBI チームなのか、それとも静香ちゃんなのか。ジャイアンが開けた扉の先にいたのは静香ちゃんで、 FBI チームが突入したのはただの空き家でしたつってね。いくらか会話をして家に入れさせてもらった。おばさんのことなら彼女の息子に連絡してみるしかないねと、素晴らしい演技を彼女に見せ、名刺を渡そうとするとき、静香ちゃんは室内の裁縫用具を見つけ、ガがいるのも見た。この男こそ犯人のジャイアンだと確信した。彼女は知らん顔をして彼と会話をしながら密かに銃を構えるが、ジャイアンは隙を見て部屋の奥に逃げた。彼を追って地下に向かう途中、呼ぶ声に沿って議員の娘の無事を確認してから作業部屋に入り、奥に腐った死体を発見。おそらくおばさんの死体だろうと。その時ジャイアンがブレーカーを落とし、屋敷は闇に包まれてしまった。真っ黒な部屋の中、静香ちゃんは何も見えないが、ジャイアンはナイトスコープで彼女を見ながら接近。まるで遊んでいるかのように彼女の顔を見て楽しんでいる。
しかし彼女を撃とうとするとき、撃鉄を上げる音に気づき、彼女の方が先に音をした方向に連射をする。ジャイアンは間もなく死亡した。事件解決後、静香ちゃんは実習訓練を終えて無事に卒業。彼女にある電話がかかってきた。子羊の悲鳴はやんだか。もっと長く話したいが、これから古い友人を夕食に誘うところでね、というオチでしたとさ。いやリスナーのみんな、これはあくまでも無駄話。伏線とか細かい心理的なやり取りとか、映画とは本当に比べ物になんない。古めな作品ではあるけど、カメラワークとか心理戦とかストーリーの進め方とか、もうとにかく臨場感があって、本当にめちゃくちゃ凝ってる、本当に面白い作品なんです。何でもお見通しな淡々とした狂気、上品かつ広角、とても紳士的で、少しでも油断を見せれば何されるか分かんないなんて、のび太の神がかった演技と異常性を持つジャイアントが本当に取り込まれちまいそうな精神的な恐怖を楽しめると思う。この映画を見たことない人、少しでも興味を持ってくれたんだったらぜひ見てくださいね。最後に俺から一つ、トラウマで心を痛めながらもそれを乗り越える自分を愛すといい。ちゅうわけで今日もありがとうございました。アイチャンネルしぐれがお送りいたしました。次の無駄話お会いしましょう。 See ya!